ビートを買う場合には、まあ、複数の物件も一括して、うん、まあ、投資をできるような。新ニーサで買えるものなんですか、うん、えー、買えます。あ、まあ、成長投資枠です、ね、はい。成長投資枠の銘柄としては、いい選択肢の一つなんじゃないかなと、思ってます。<laughs> スライドに映してるもの、これ実はまあ、物流施設でしてあ、はい、確かに。こうやって見ると、まさにこう、先進的ですね。アップルの本社かと思いましたもん。加工も我々の施設なんですし、ね、まあ、より効率的に。 ああオペレーションができる、はい、地域の皆様にあの、うん、開かれた施設にしてまして2024年問題っていうのは逆風になったりしないんですか逆風にはならないで、むしろ我々はまあこれも一つのビジネスチャンス皆さんこんにちはピボットの国山ハセンです注目のゲストをお呼びしてキャリア、事業内容、ビジョンを深掘りするアンドトーク始まります本日は今大注目 先進的物流施設リートとはおテーマに GLP ジャパンアドバイザーズの提供でお送りします。さあ、ピボットでも何度か取り上げてきましたリート。J リートとも呼ばれる不動産投資信託なんですけども、少し難しそうに感じる。また、ポートフォリオの中にまだ入れてないという方もいるんじゃないでしょうか。私もそうです。ということで、今回はリート。その中でも先進的物流施設に特化したリートがあるということで、詳しく伺っていきます。 では本日のゲストをご紹介いたします。GLP 投資法人、河辻う馬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。河辻さんは2024年から GLP 投資法人の執行役員に就任されたということで、はい、まず GLP 投資法人がどんな会社なのかご説明いただけますか。はい。はい、GLP 投資法人はですね、暮らしを支える物流施設に専門的に投資をしている投資法人になります。はい、実績の配当利回りで4.55%、うん、時価総額6000億。うん とというところで資産規模で言いますとこの資産規模は我々が保有している物流施設の価値の総額なんですけれどもそれは1兆を超える金額となっておりまして、はい、物件数で言うと、まあ、92物件の,、うん、あの物流施設に不動産投資をして,している箱というようなイメージ、はい、ですので投資対象というのは物流施設になるわけですよねはい物流施設の投資に特化したとなって 今日はですね、4つのパートに分けてお話を伺いたいんですけども、はい、まずそもそも、リートとはですね、はい、まあ私もあの番組等で、このリート、はい、J リートを扱ったことはあるので、はい、まあかなり興味関心があるので、まず基本的なリートとは何かというところを伺いたいなと思っていますで。加えて、やはりキーポイントになるかなと思うんですけども、先進的物流施設とは、はい、これが一体何なのか。はい、そしてその物流リートの特徴。はい、最後に物流施設の未来と。 いうパートで分けて、伺えればと思いますけど。まず、基本的なところですね。はい、パートワンということで。リートとは。なんでしょうか、はい。リートは基本的に保有運用している、不動産から得られる収益。を、え、まあ、得ていると。いう、なので、不動産に投資して。そこから、収益を得る。というような箱になっております。うんうん、そうですよね。ジェイリートに関しては、ですので、日本の、まあ、不動産の。投資信託のような扱いでいいんですか、ね。おっしゃる通りですね。<あ>す幅広く、多くのこう、不動産に。 投資がでできるるいうあわけですよね。はい、弊社の GLP のリートですと92物件に投資をしている、はい、投資信託の投資口を個人の方からすると変えると、はい、なのであのご,自ご自身で投資される場合には多分まあ1物件1物件も買われるようなところだと思うんですけれども、ね、リートを買う場合にはこのまあリートという箱を通じてまあ複数の物件も一括してまあ投資をできるような効果があると思います。うんうん で加えてその主要資産と比べて高い利回りの魅力の一つかなと思うんですけれども、はいはい、確かにその、まあ、株ですと、まあ、どうしてもハイリスクハイリターンの側面もあると思うんですけど、ジェイリートだとこうミドルリスクミドルリターンみたいなことも言われますよね。おっしゃる通りですね。そうですよね。はい、そこはだからこうまあ安心して運用できるっていうメリットもジェイリートにあるんでしょうか。ありますね。 あと、配当がまあ高いような水準になってるんですけれども、それはこう税制面で優遇されているっていうところがあって、リートに関しては、不動産の投資収益から我々がこう投資していて、そこから得られる収益を基本的にこう90%以上 投資主の皆様に配当している限りにおいては、はい、リートレベルでは税金がかからないような仕組みになっていて、それもあって資産の利回りが高いというところになっています。やっぱりまあ不動産は実物の不動産の資産があって、そこから得られる賃貸収入ってまあ,ある程度こう安定しているというか、と、はい、いうところもあるので、まあ、そこがまあミドルリスク、まあ、ミドルリターンって言われているゆえなのかなと、はい、そうですよね私正直まだその、うん リートはですね、ポートフォリオの中に組み入れられてないので、かなりこう関心があるんですよ。はい。いくつかやっぱり種類があるじゃないですか。あります。それこそその物流特化のものもあれば、はい。まあこう総合型とか、はい。いくつか種類あると思うんですけど、はい、この GLP さんにおいては、物流施設に特化されてるっていうことなんですよね。はい。物流施設に特化してます。ここがですね、どういう物流施設なのかっていうのが、非常に興味あるんですよ。伺、はい、ったところだと、その、先進的物流施設。はい。 というところが一つこう強みなのかなと思うんですけども、はい、先進的物流施設ってのは何ですか ?GLP リートで先進的物流施設って呼んでるときには2、二つポイントがありまして、一つは大規模。大規模。はい。ほうほうで、我々はまあ基本的に1万平米以上の床面積。うん、なので、まあ、小建てですと基本的には100平米とかが一つの基準だとすると、はい、まあ、それ100個分ぐらいのサイズのものの、うん ものであもう一つはやっぱりこう物流施設いかに物を効率的に保管できるかっていうところも一つ、うん、あの重要な要素という中で我々はこう施設の床の天井が高さがあるとなので5 5メートル以上のまあ高さがある、まあ、普通のところだと2メートルとかだと思うんですけど、はい、その3倍に近いような高さで当然こう高く物を置くんだったら。 床がその重さに耐えられる必要があるのでその床がしっかりこう物の重さに耐えられる床荷重がしっかりあるっていうここのポイントをあの満たしているものっていうのは我々先進的物流施設と今こちらがこの先進的物流施設の進化という、はい、まずその多機能化とあると思うんですけど、はい、3PL のタイトルっていうのは何ですか 3PL っていうのは基本的にも物流事業者さんになるんですけれども、はい、まあ元々って事業者、例えばじゃあ食品の会社だったら食品の会社さんが自社でこう物流もやられててい,っていうところがスタートしてて、それがまあ一次事業者さん,うん、うんで。二次事業者さんという意味でこう卸売の会社さんとか、問屋さんとかっていうのがまあ二次事業者さん。3PL っていうのは物流の,あの物を動かすところを特化して行っている事業者さんで、はい、でかつ その物流のプロ、彼は物流のプロですので、うん、じゃあお客様、その事業者さんに向けて、じゃあこういう物流にしましょうとかっていう提案までこう行えるような方っていうのを 3PL とー。これがな2000年代から台頭してきて。そうですね。まさしくその近代化倉庫の需要の高まるっていうところで始まっていった。はい。これからさらに 進化が期待できますよね。はい。あれですね、こうなかなかこう物流施設について考える機会って多くなかったんですけど、でも実際にこう投資対象として、はい、じゃあ物流施設に投資しましょうってなったら、じゃあその倉庫はどんな倉庫なのかとか、はいまあ、どんな施設なのかっていうのをこう理解しておく必要があるかなと思ってたんですよ。はい。それがまあ違いになるわけじゃないですか。はい。ですのでこう、先進的物流施設、あ、こういう特徴があるんだっていうのは、 こうまあ投資家目線で考えても、それ理解しておく必要がありますね。おっしゃる通りですね。ですよね。はい。あ面白いですね。お客様のこう、課題はい。課題とか、まあこういうのがいいっていうこと、こう日々話しながら、こう施設を改善していく。と、うん、いうことですよね。だからこれで歴史で見ても、本当にどん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 進化してきてるんですけども、かなり早い段階からそういう意味では、そう、はいう施設っていうところに特化して。はい。 ててね、GLP はもうグローバルでこう物流施設に,、はい、に特化をしているようなで、まあ、2000年からこ,うこの市場を日本で作り上げていってあ<ー>一社になりますなるほどなはい,いや本当その知らなかったんですごくはい学びになりましたでもその中でこの物流施設はいまあリートで選ぶっていうところであのリートの中でもじゃ物流ならではのメリットはいはどんなところなんですか、うん 全リートで投資をしているアセットの対象をこうまとめてるんですけれども、左下のグラフがまあ2018年末、まあ、5年前の段階の割合ですね。うん、で、まあオフィスが42.6で一番多くて、まあ物流その時には4番目というところだったんですけれども、足元物流ってこうより実はプレゼンスが増えていて、 オフィスにに次ぐ2番目のアセットになっていると物流施設の特化型のリートっていうのも我々は2012年に2番目のリートとして上場をしているんですけれども物流施設特化型ですとそれが2016年以降にですねどんどん増えてきて今は9命柄まで増えてきて物流施設特化型が増えているとでその中でこうまあ今メジャーなアセットになってきてるんですけれども特徴という意味ですと GLP 投資法人のポートフォリオ 2008年からの稼働率とオフィスのですね稼働率の推移をまとめてるんですけれども基本的には物を扱うものなので景気の状況にあまり左右されなくてですねじゃあリーマンショックのあとであるとか東日本大震災のあと直近だとコロナのあとでも荷物の量が変わるわけではないので稼働率が非常に安定をしているというところはあの特徴大きな特徴の一つかなと。 思っております。ほとんど99%台ですもんね。そうですね。ですよね。ですので、そのオフィスですと、やはりその人の動きっていうことに影響されてしまうので、当然人の動きがないときはどうしても下がってしまう、はい、ということありますけど、まあ、物流っていうのはまあ一定、そういう意味では安定して、そうですね。ポートフォリー、まあ、この稼働率っていうのも高い水準維持できるはいうこで,、ねはい、でこの先進的物流施設っていうことで言うと、その GLP 投資法人で いうと、物件数92あるじゃないですか。はい、92すべてが先進的物流施設と捉えていいんですか、はい、外部から取得しているものに関しても、すべて投資基準、うん、我々の投資基準を満たしたものを投資対象としておりまして、はい、その投資基準はその大型であるところで、えー、機能がしっかり整っているというところは確認をして投資をしてますので、すべ、はあ、てが先進的物流施設と。他と比較しても、 物件数で言うと一番多いわけですよね。はい、ちょっとリスクのところも聞いておきたいんですけど。はいはい、やっぱりどうしてもこう物流施設ってなったときに。日本だと特にこう、まあ災害リスクがあったりとか。はい、まあこの辺りは、あのやや懸念はあるんですよ。はい、そこどう考えたらいいですか。まあおっしゃるとこ災害のところはもものすごく、はい。 日本だとまあ大事なので、まあ、なので災害に耐えうるようなこう免震の施設、まあ、地震があっても耐えられるような施設作りを行っていたり、はい、我々も投資をするときにやっぱりハザードというか、うんうん、そのまあハザードのリスクっていうのはチェックをした上でまあ投資をしてますし、リートにあのご投資をいただく方からすると、 こうご自身でこう1物件買うんだったらその1物件のリスクってそうです、ね、あられると思うんですけど、はい、92物件とかもうポートフォリオが大きくて分散しているのであれば100%何もないってやっぱりないと思うので、はい、だからもうその時でも何かあった時でもやっぱり分散して保有をしているとそのリスクって低減はされているので。 そこ大きいですね。だからその物件数が多いっていうところも、それだけ分散できるっていうメリットとして考えられるということですね。おっしゃるとおりですね。あとその物流施設自体も確かにその安全性、安心性っていうところにも、しっかりとこう、あの力を入れてるっていうところがあるっていうことですね。すね本当社会のインフラとして、やっぱ物の動きを止めないようにっていうのは非常に意識を。 してますので,、はい、で直近でも能登の,の,とのまあ今年の年始に地震ありましたけれども、はい、弊社のところから送りましょうという,<ー>と,いうところもやってたりしますので、はいはいまあ本当にこうインフラですよね人々の生活支えるっていうのはね、はい、物流相互施設っていうのはね。ねあとはこれ気になるところだとまあ、この稼働が安定してるっていうところはよく理解できたんですけども、はい、その 今後の成長性についてですね。はい。ここぜひ教えてください。はい。GLP 投資法人の上場してからの分配金の年間の実績を、2014年の時、年間で4000円の配当が今、基本的にはもう右肩上がりで、ずっと伸びてきて、6000円まで来ていますと。はい、この成長を実現するには一応3つ。 柱がありまして、リートは基本的にはこう物件数を増やして、まあ、物件数が増えれば増えるほど、まあ、それだけまあ賃料の収入額も、絶対額も増えるので、物件をまあ継続的に取得をしていっていく、はい、でその取得物件も GLP グループが開発している、まあ、最新その時その時の最新鋭の えー、物件を取得しているっていうところは一つ成長の要素かなと、はい、思っています。はい、あとは賃料の成長ですね。はい、物件を取得したら、まあ、その分あの物件数が増えるので取得っていうところはあるんですけれども、うん、それぞれの施設のこう収益性を高めることも非常に重要な要素で、はい、なのでまあ物件の賃料を上げていって、あ<ー>なんで一物件一物件で見てもこう収益性が上がっている。はい ととこころろを作っているであとは最後にまあ物件売却というところで我々も92物件たくさん物件があるので場合によっては結構まあ昔に取得をしていて今不動産の価値が上がっているようなものに関しては売却することによって本当にその含み益を実際に生み出して、はい、で売却して利益が生まれれば それもまた配当として投資主の皆様にお返しすることができるので単純にまあ取得をして大きくするだけじゃなくて場合によっては物件を売却する不動産に関しても時代時代に合わせてあのいいリッチって変わっていく中で、はい、そこを常に見極めてより良いその時のベストのポートフォリオにしていくでもう少し,少しこう成長性が少ないような物件に関してはまあ売却をするっていうのも一つ我々がこ,うこれまで成長を実現してきた 背景かなと思っております。<ー>物件数でいうと、最初に2012年にあの上場した時には30物件だったんですけれども、はい、その後まあ10年以上にわたって、はい、まあ継続的に買ってきて今は92物件なので物件数は3倍？そうですね。はい。そんなにこうなんですね物件数を増やせたのはどういう理由があったんですか？大きい投資家さんというかまあ年金うん、うん、基金さんとかっていうのは意外にこうまあ前から このアセット結構安定しててはい、はいで、実際に分配金も成長してるし、うん、いいじゃんというところであの、ま、評価が高くて、こうよりまあ物件を買いやすい環境が整っていた。はい、で、GLP グループとしても、ま、継続してあの開発を行っていたので、あの実際に取得をする対象となる物件もあったっていうところがポイントかなと。本当に個人的な質問なんですけど、はい、この新 NISA で買えるものなんですか、はい えー、変えます。あ、変える変えます。それはあれですかあの、成長投資枠ですかはい。成長投資枠の銘柄としては、いい選択肢の一つなんじゃないかなと。そうですね。思ってます。<笑><笑>いや、そう、だから結構その、リートどれを入れるのかっていうのは、迷いどころで、はい。はい、物流がいいっていうのも聞いたことあるんですけど、はい、物流だとどうしてもその物流倉庫自体のイメージができなかったので、はい。その、踏み切れなかったところはあったんですが、 確かにでもこういうふうに詳しくこの先進的な物流施設ですよっていうふうに言ってもらえると先進的物流施設もこうまあどんどん進化をしてきている中でスライドに映しているものをこれ実はまあ物流 施設でして、はい、手前はですね<え>あの大きな敷地で4棟建物が建ってるんですけれども真ん中の丸いものは共用部でここはもうレストランとかコンビニとか、はい、お客様があの託児所とか、えー、この施設を利用している方あと地域の方が使えるような施設はい、はい、で、まあ、右上で、まあ、サッカーコートのようなものこれもマルチコートの施設もあって、はい、物理施設はこの周りに位置している4つの物件、ね、なるほど この周りにあるところです、ね、はい、あの、左側なんか、工事中の写真になってますけれども、はい、あれも一つの物流施設ですし。確かに、こうやって見ると、こう、まさにこう先進的ですね。イメージされてるものと、まあ違う、はい、ところもあるんじゃないかなと。最初、アップルの本社かと思いましたもん。なんかもう、アップルパークみたいなのなありがとうございます。<laughs> でも、手前はですね、共用施設なんですか、ね、はい。我々、リング島と呼んでるんですけれども、共用、はい、島になっておりまして、これまでは、こう、GLP、 地名というようなシリーズで物流施設の開発を行ってきたんですけれども最新鋭のものに関してはアルファリンクという新しいブランド名を作ってですね開発を行ってましてこのアルファリンクに関しても GLP リートで投資を実際していて保有をしているとかっこいいところにな、ね、ってくるんじゃないかなと全国ですか ある東京でまあ大体半分ぐらい大阪で30%ぐらいというところでうん、うんはい、あとそのこの、まあ、物流ってことで言いますと、まあ、年問題ってあると思うんですこのドライバー人手不足っていうところも、はい、あのよくこう報道されると思うんですけど、はい、こう物流リートの可能性はわかるんですけど2024年問題っていうのはこう逆風になったりしないですか 逆風にはならないで、むしろ我々は、まあ、これも一つのビジネスチャンスと思っていて、今までも、まあ、物流事業者さんが抱える課題を、まあ、どうやったら解決できるかっていうところにあの注力してきましたけれども、この,の2024年問題に関しても、まあ、不動産の物流説、 を提供する事業者として、解決する課題だと考えていて、うん、かつ先人的物流施設に関しては、まあ、よりこう、まあ、ニーズが増えるというか、効率的なオペレーションが行えるような施設になりますので、はい、そこに関してはあの、まあ、プラスという言い方もあんですけれども、決して逆風ではないと。むしろチャンスに捉えていく、はい、ということですよね。なので 物流事業者さん、我々のお客様からすると、うんうん、まあより効率的に事業を行うことっていうのがまあ求められてるようになってます。はい、で、それにまあどうやって答えようかなと、我々はこう。 物流事業者さんに施設を提供している、まあ、不動産の事業者として、まあ、何ができるかなというのを考えたときに、まあ、左上に出しているのはターミナルハブとかっていうところを書いてるんですけれどもなるべくもう単純にこう物を保管するだけの施設ではなくて、はい、最新鋭のアルファリンクの施設ですと じゃあ物を加工する。例えば食品ですとあの、じゃあ野菜のカットとか牛肉のカットとか、加工も我々の施設内でできますし、じゃあ加工して保管して、最後に一般のお客様のところに配送するような、たくさんトラックが来るようなところっていうのも、 この施設内でも一貫して整備をして、はい、まあそうすると、一つの敷地内でも移動する必要がなくて、オペレーションができるようになるので、まあ、より効率的にオペレーションができると。あ真ん中のところで競争から競争へという言葉を書いてますけれども、ええ、どんどんこう物流事業者さんも、一社ではなかなかこう自社でできる努力ってこうまあ限界があったりする中で、まあ、他社さんと まあ協力をして、まあ、例えば一社だと荷物が、トラックの荷物が埋まらないけど、うん、もう一社と組むんだったらその人の荷物もあるから、じゃあその一台のトラックで共同して配送すれば、より効率的に配送ができるっていうようなことがあるんですけれども、はい、なかなかこう普通は進みにくいことなんですけれども、はい、このアルファリンクの施設だと、今までは不動産事業者である我々とお客様のみで会話をしていたってところを、施設をこうオープンにして、うん 入居しているテナントさん同士でも、お話し合いがされるような仕組みづくりをしたり、はい、そうすると、テナントさん同士でも自然に会話が生まれるようになってきて、はい、会話が生まれると、新しいアイデアが生まれてきて、うんで、新しいアイデアが生まれてきたらもう、我々が何かをしてっていうんじゃなくて、まあ、お客様同士で話して、ね、今まで競争相手だったのが 共に作る相手になっていくと、うん、いうところが、まあ、生まれたりしていて、そういったふうに。物流事業者のこう課題を解決できるように。オープンなものにできるような施設作くりというのは、今意識をして。やっております。はい、で、まあ、右上の地域調整もありますけれども、お客様のみ。 ではなくて地域の皆様ににもあの開かれた施設ししてましてま地域の方からすると今までって物流施設って聞くとトラックがまあたくさんやってきて、はい、倉庫のもののセキュリティの観点からそのそこまでオープンにできなかったっていう歴史があるんですけれども、はい、実際開いてみるとあこんな施設あるんだっていうところで一、ね、回入っていただけるようになるとじゃあ入ってくるとあ じゃあ、ここの事業者で働いてみようかなとか、うん、テナントさんからしても、あの、地域の方と、こう、コミュニティができると、GLP のこのアルファリンクの施設で、じゃあ、物流施設でこういうことが行われてるんだよ。うん、トラックって、あの、あ<ー>実は登ってみると、資格が結構多いから、はいうんうん 危ないから、はい、あのちゃんと交通安全しないといけないよとか、そういったこう、あの、社会科見学なんかも自然に始まって、はい、地域との共生もあの進んできている、ね。そうですよね。私多分もう今、ピボットで一番先進的物流施設に詳しい人間になりましたね。もうこんなに進化してるんだっていうのをよく分かったんで。<laughs> ありがとうございます。すごい、だからそういう意味でも、あの、す物流施設っていうものが、なんかこう短いですよね。心温まるなと思ってて。 地域の共生とかも決めて夏祭りなんかもやっていてでその時には地域の、まあ、中学生の方とかがこうイベントで、まあ、最初にこう演奏会みたいの,この丸いこうマルチコートの前のところに、はい、あのステージみたいなものがあってやってもらったんですけれども私それ見てあの泣いてしまって7年前に2017年から GLP に入ってますけれども、えー、その時にこう子どもたちが 施設の中に入って喜んでくれるっていうようなところは全く想定してなかったのでうん、うん、そうですよねすごくあの歓喜は上がるところがありましたね,ね確かにな <laughs> ここに至る過程もあの先ほどの先進的物流施設の進化のスライドもありましたけれども、はい、我々としてはテナントのお客様にとってこう何が 必要な何を改善していく必要があるのかって常に意識をしながら、はい、あの運営を行っていてで今たどり着いているのがこれですけれども多分あと数年後はまた次のよりより良いというか、うん、まあ今は想像してないようなものになっていくんじゃないかなと。はいまあ、それこそそのテクノロジーの進歩とともにまたこう物流施設自体のこう進化っていうのも。 こうめまぐるしいですよね。きっと、ね、大きく変わりそうですよね。はい。自動化であるとか、はい、まあドローンの配送とかうん、うん、あっていうのもあのやっぱりトピックとしてはありますし、はい、多分それに対応するような施設作りをがまあ今後求められていくんじゃないかなに思ってます。まあ投資家目線で考えてもそういったこう物流施設にこう投資をしようっていうような考えにもなります、ね、そうですね。例えば。 か私が例えばホテル型のリードとかにちょっと興味を持った時っていうのは、あの、インバウンドがあるじゃないですか。はい、かインバウンドの効果によって、まあ、今後も多くの人が、まあ、来るから、えー、きっとこう伸びるんじゃないかとか、引き続きこう安定的なんじゃないかみたいな、はい、あの感覚で興味を持ったんですよ。はい この物流施設においては、先ほどの成長性という話もありましたけど、はい、今後のこう見込みっていうんですかね、はい、安定性というところ。はい。今一度伺ってもいいですか、はい、今後の成長という意味で、はい、今我々が申し上げているような先進的物流施設って、日本全体の倉庫の中に占める割合って、まだ全国で言うと7%ぐらいしか床の面積でないと。はい、あ、それしかないんですかはい。はい、なので、まだこう、希少性が高くて、はいはい で、アメリカだと、まあ、それがもう30%、40%というような水準にもなってたりはしますので、うん、まだまだこの先進的物流施設の成長の余地というのは大きいのかなと思ってます。で、あとは、J リートが投資をしているような物流施設のテナントさんって、基本的には日本で消費をするような、うん、まあ、消費に、消費のための保管のニーズであったりっていうところがあるんですけれども、はい、そこの荷物の動きって、まあ、やっぱり、 継続的にありますし、はい、思考というか、まあ趣味がこう、幅広く、多様化してますよね、はい。なってる中で、 物自体のこう品種の種類も増えてたりはっていうところがあるので、多品種でっていうところをまあしっかりこう保管するっていうニーズはまあ引き続きやっぱり大きいのかなと思っております。あそ,すねまあ、それは先ほどの,あの稼働率の99%の表情も示しているところですよね。いつの時代もやはりその人がこう物を必要とするっていうことは変わらないので、でね、まあ今後もそういう意味ではこう安定的なところが見込まれるし、まだ7%しかないそのシェアっていうのも 拡大できるんじゃないか。はい。そこのポテンシャルがあるっていうことですよね。そうですね。物理説でいうと、結構賃料も。はい。こう継続的に上がってきているていう、はい。うん。実績があるので。うんうん、はい。そこのところは、まあ、一つこう、将来への。参考の。ですよね。数字になろうかなま。まあ、投資対象としても、そういうところを考えるってことですよね。はい。確かに。まあ、だから、こういう数字を見ると、こう。安定的に。まあ、投資ができるっていうことがありますよね。はい。考えられますよ、ね。安定的に。 はい。あの、やっぱりこう、不動産から得られる、まあ、賃貸収入で、まあ、稼働率も高いので、うん、あの、まあ、これまで非常に安定して、この水準を生み出してきていて、はい、やっぱり、あと、不動産なので、基本的にはやっぱりこう、価値が、あの、上がっていくというか、まあ、特にこう、これからよりインフレというか、にな、はいはい、って、ものの価値が、まあ、いろんなものが上がっていくのであれば、うんうん、まあ、不動産って、まあ、 応じて上がっていくっていうのがまあ基本的な考え方だとは思うので不動産の価値の成長というところもあるところかなと思ってますだ物件数が増えていく可能性もありますし、はい、そのそもそもそれに伴ってこ全体的に不動産価格自体の向上というところがメリットとしてもあるということですよね、はい なるべく使いやすい施設、はいうん、物流事業者様にとって価値のある施設を提供することによって、まあ、より高い賃料が、うん、で入っていただけるこように実現ができれば、まあ、そこもあの価値を上げる一つの要素になってきますのでそうですよね。少しその意味では、うん、今までちょっと遠かったんですよ。物流のリートって、私にとっては少しかイメージがしにくかったので、はい、自分ごとではなかったんですけど、これまさしくあの、 ずっと身近になりましたね。ずっと身近に。ね、もっと便利にと。ですよね。今後そういう意味では、こう先進的リートっていうところの、やっぱり改めてこう、期待感っていうのを最後に伺ってもいいですか、はい、これまでも常にやっぱりお客様の課題を常に解決しながら、より良い施設を提供して、で、物流っていうのは本当にこう、社会のインフラを支える非常に大事なあの機能だと思ってますので、まあ、そこを不動産の事業者としての立場から、はい あのサポートして、うん、事業者様にメリットがあるようなものでひいてはこう日本の皆さんにこう、はい、よりこう効率のいい物流で荷物がすぐに届くとかっていうところの価値を、うんまあ、継続して提供できるように,にあのこれからも努めていきたいなと考えてます。そうですね、行ってみるののももいいいかもしれなでですね<ひ>ですねねぜひこ物流 なんか物理施設って何かねただこう物を運んでるだけでしょみたいなふうに思、はい、ってる人なおさらこう投資対象として考えるんだったらまずこう現場に行ってみて、はい、あこんなに進化してるんだっていうそこの姿を見るとまたぐっと身近になってありがとうございます。なんか是非こうポーートトフォリリオの中にまたこう J リートをこう。 組み入れたいという熱が今、高まってきたので、はい。ぜひ最初の銘柄として <laughs>、ね、はい。入れていただければと思います。入ていただければと思います。はい。川さん、貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございます。